フォース引退、お疲れ。最後の一日、楽しめや。とりあえず、これ見とけ。札幌から、こんにちは、初代副会長の加藤です。4代目の皆さん、本当に今までお疲れ様でした。現役を退かれたということで、飲み会の席では今後は容赦しませんので、ぜひよろしくお願いいたします。本当にお疲れ様でした。やっほー、フォースのみんな1年間お疲れ様でした。みんなの思い出話とかいろいろ聞きたいので、うちがギリシャから帰ってきてから請求会の新刊確定のみでいろいろ話を聞きたいと思います。楽しみに待ってるよ。はい、スタビル放送の皆さん、引退おめでとうございます。本当に引退おめでとうございます。引退おめでとう。お疲れ。フォース引退おめでとう。就活一緒に頑張ろうぜ。おつかでーかまーお疲れ様。3年生お疲れ様。みんなとやった練習、大会、イベント、めっちゃ楽しかったよ。バイバイ。フォースのみんな、まずは今までお疲れ様。ロマイルとしてハンドボールは本当に楽しかった。毎週の練習、そして大会。大会でいい結果は出なかったけど、ロマイルとしてハンドボールは一生忘れない。また一緒にハンドボールしようぜ。それ一言ありがとう。お疲れ様。行くぜ。引退おめでとうございます。1年間お疲れ様でした。それでちょっとだけお時間よろしいですか。お疲れ。スタビルフォースの皆さん、引退おめでとうございます。おめでとうございます。和田町わらわらです。スタビルフォースの皆様、いつも保土ヶ谷スポーツセンターをご利用いただきありがとうございます。ありがとうございます。この度は引退ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、こんにちは。スタッフの皆さん、引退お疲れ様でした。みんな元気？最近はもう泣いた？もう引退したんだって。ツッピーはもう今頃脱いでる。ゲイ、今度一緒に鍋しよう。嵐、嵐、ホーティー。お疲れ。スタビルフォースの皆さん、引退おめでとうございます。みんなが、新刊の時に、私たちが新刊した時に入ってくれて、とても嬉しかったです。フォースのみんな、1年間お疲れ様でした。フォースのみんなは
本当に人数が少なくて大変だったと思う。まあけどそこで培った力も多分大きいと思う。まあその力をできればスタビル OB としてこれからも生かしてほしい。スタビル請求会で待ってます。フォースのみんなお疲れ様。去年俺が追い込んで行ったこと覚えてるかな。俺は去年追い込んでスタビルらしいことをすればスタビルらしい奴らが集まる、そんなことを言ったけど、本当にお前らはその通りのことをしてくれたと思う。本当にお疲れ様、ありがとう。フォースのみんな本当にお疲れ様。1年なんて本当にあっという間だったよな。でも本当にお前ら人数少ないのによく頑張ってくれたよ。フォースとかフィフスとかシックス見ればよくわかる。俺らの大好きなスタビルをありがとう。1年間本当にお疲れ様でした。引退お疲れ様。まだまだ待ってますよ。すいません、お事件に一言いただいてもよろしいですか。あ、はい。引退おめでとう。ハンドボールのゴールばっか守ってないで、たまには恋のシュートも決めてね。なんか中村君いつもいつもなんか一人で第二食堂に来られたらしいんですけども、あの第二食堂ではいつでもここ中村君席と言ってもいいぐらいの場所を用意してお待ちしておりますので、いつでも来てください。我是曾永贵志，我爱你们，谢露。1,2,3 シングルバイバイ。さゆりー、スタビル引退幹部お疲れ様。みんなから好かれているさゆりへ。さゆりの笑顔がみんな大好きだよ。国際交流サークルリューサックより。コーキスタビルお疲れです。おう、上辺早くシフト出せよ。こんにちは、一柳先生、お願いします。お、木本君こんにちは。ハンドボール引退お疲れ様です。人間も引退しろ。ゆっくり、2年半、本当にお疲れ様。お前と過ごした日々は一生忘れねえよ。お疲れ様でした、引退お疲れ様。じゃあ、お付き合いもバイバイ頑張ってくれ。じゃあ、よろしく。頼りになるので、もう頼りない第一幹事長ですが、これからも支え合って、上倉ゼミを盛り上げていきたいなと思います。お疲れ様でした。孝太君、スタビル引退おめでとうございます。いつも頭脳ご利用ありがとうございます。またいつでもいらっしゃいください。お待ちしております。ありがとうございます。最近素晴らしいメンバーに恵まれて、本当に幸せな時間が過ごせてよかったですね。皆さんも本当にありがとうございました。でも苦情は受け付けません。家賃払ってください。これが請求会からお前らに伝えたかったもんだよ。最後までスタビルに未練残していくんじゃねえぞ。